ってこない。師匠に何かあったら。見ろ、泣いてる子がいるぞ。何かあったのかな。声をかけてみようぜ。書籍を取ってくるって言って店を出たまま帰ってこないの。守衛のおじちゃんたちにも話したけど、今部族は人手が足りないし、そこの地形は険しくて魔物や悪い奴らがいっぱいいるからって。ひとまずできる限りの準備をして、それが済んだら師匠を助けに行くって言われたの。でもそれじゃ手遅れになっちゃうよ。助けてくれるの？よかった。さっき守衛のおじちゃんが偵察した場所、地図に書いてあげるね。ここに長英師匠がしばらくいたんじゃないかっておじちゃんたちが言ってた。もしかしたら悪者に追われて影縫いの針のあたりまで行ってるのかも。もしそうだったら、お姉ちゃんお願い、長英師匠を助けてあげて。みたいだな。周りをよく捜索してみようぜ。油断するなよ。あっち行って。あそこを見ろ、あの人がオイラたちを探してる長英師匠じゃないか。こいつ、もしや噂の旅人か。どっから出てきた。強すぎる。野郎ども、つらかるぞ。うわ、あいつらそそくさと逃げてったぞ。しかも判断が早い。ありがとう。君たちがいなきゃ崖から落とされるところだった。まさかあの有名な旅人が助けてくれるとは。今日は本当に運がいいみたいだね。おっと、ごめん、自己紹介がまだだった。私は長円。最悪の運勢だったけど、今さっき幸運に恵まれた宝石職人だよ。あの子に、はぁ、心配をかけてしまったようだね。店を出た時は2日くらいで戻れると思ったんだけど、まさか影縫いの針の近くで新しい火山礁石の鉱脈を見つけるなんて予想してなくって。しかも香料も多いし純度も格段に高いときた。だからそこで火山礁石を採掘してたんだ。たくさん取れたし、そろそろ引き上げようとしたら、礁石に含まれる粘素が魔物を引き寄せてしまってね。私はパニックになりながらも魔物を迂回する道をどうにか進んだよ。ところが外に出た途端、運悪くさっきの盗賊たちに見つかってね。君たちがちょうど来てくれて本当に助かった。
小石を持ったまま逃げたのか。そんなに危ないなら石を置いてけばよかったじゃんか。ほとんど置いてきたよ。この一番純度の高い小石以外はね。これだけは絶対に持って帰らないといけなかったんだ。ラゾーリ、それとかわいそうなニエガちゃんのためにも。ああ、知らないのも無理ないか。ラゾーリは昔、コメを作る職人だったんだ。ニエガちゃんは、その彼女の娘だよ。シロネンのことを知ってるのか？ラゾーリは彼女の話になると、これでもかって言うくらいに、いつも褒めるんだ。コメの造形が最も深い人。一族の未来。職人の最高峰。こんな風に、称賛の言葉が絶えなくってね。ラゾーリは口にしないけど、彼女にとって、コメを作ってた日々は、今でも懐かしいものなんだと思う。娘のためだよ。ニエガちゃんが不幸にも、重い病気にかかってしまってね。ラゾーリはすべてを放り出して、あの子の看病に専念するようになったんだ。ニエガちゃんの病状が一番ひどかった時のラゾーリは、まるで泥沼に沈んでゆく松明のようだった。一生懸命、光と熱を発しながらも、足元から泥水がどんどん押し寄せてきて。でも幸いなことに、医者の薬と大礼の加護のおかげで、ニエガちゃんの一度消えかかった命の炎は再び燃え盛った。それから、あの子の体調は徐々に回復していってね。まだ体は弱ってて、家の中で安静にしてなきゃいけないんだけど、もう手紙を書けるくらいには体力が戻ったんだ。ニエガちゃんは、よくあのシロネンにも手紙を出してるって聞くよ。あの子の将来の夢は、コメを作る名職人になって、かつてお母さんが誇りに思っていた職務を引き継ぐことなんだってさ。あと何日かしたら、ニエガちゃんの誕生日なんだ。それでラゾーリがわざわざ私に頼んだんだよ。あの子の誕生日プレゼントのために、純度の高い火山小石を探してきてほしいってね。そっか。大事な石なんだな。こんなに綺麗なプレゼントをもらったら、ニエガもきっと早く元気になってくれると思うぜ。ありがとう。あの親子もその言葉を聞いたら喜ぶと思うよ。さて、あんまりイミシュを待たせるわけにもいかない。そろそろ戻ろうか。そうだ、よかったら明日一緒にラゾーリに会いに行かない？小石を取られずに済んだのは君たちのおかげでしょ。大事な小石を守ってくれたんだし、同じくらい重みのあるプレゼントをもらってもらわないとね。そんなわけないだろ。それにシロネンに連絡して作らせるってエンジンが言ってたじゃんか。余計なことしない方がいいぞ。オイラたち普通のプレゼントで十分だからな。安心して、絶対に満足する代物だから。それが何なのかは明日ラゾーリが教えるから、待っててちょうだい。Thank you.
2人とも随分早いね。例のプレゼントが楽しみで仕方ないみたいだ。オイラも気になるけど、今はニエガに会いたいって気持ちの方が強いな。大変な病気だったわけだし、体が心配だぞ。それにラゾーリも大事な仕事を失ったんだろ。うまく立ち直れるのかな。私たちがこれから行くことは伝えてあるから、もう準備はできてるはずだよ。そろそろ行こっか。イミシュ、お店は頼んだ。しばらくしたら戻るから。罪の報いか。さあ、着いたよ。結構立派な家でしょう。ちょっと待ってて、ノックするから。ラゾーリー、開けて。二人を連れてきたよ。ラゾーリー、中にいるんでしょ。ドアを開けてよ。おかしい、鍵もかかってる。この時間に外出するはずないのに。ニエガちゃん、いる？長英お姉ちゃんだよ。ドアを開けてくれる？まさか、二人にまた何かあったのか？それともニエガの病気だ？これ以上想像したくないぞ。大丈夫だよ。昨日私が来た時は、二人とも元気だったから。その時、ニエガちゃんは自分の部屋でぐっすり眠ってたし。でも変だね。ラゾーリと約束したはずなのに。まさか、ニエガちゃんを連れて薬を取りにでも行ったのかな。あれ？あそこにあるのってなんだ？テペトル竜の巣だよな。うん。そういえば、ラゾーリのところにはテペトル竜が一頭いたね。名前は確か、イェングだったかな。彼女がまだ古名を作ってた頃、よくイェングに採掘を手伝わせてたよ。でも、ニエガちゃんがああなってからは、もうそういうことをさせなくなったけど。ちょっと待って。なんか周りがすごく散らかってない？イェングもいないし。見ろ！箱がたくさん壊れてる！なんかまずいことでもあったのかな？わかった。どこかに隠れておくよ。イミシュの口ってば、大霊の祝福でも受けてるの？どうしてあの子に危ないところに行くなって言われるたび、こんな目に遭うんだろう。イミシュの口ってば、大霊の祝福でも受けてるの？どうしてあの子に危ないところに行くなって言われるたび、こんな目に遭うんだろう。痕跡はこの崖までか。もしかしてテペトル竜は山の上まで登ったのかな。オイラたちも登ってみるか。ラゾーリが育てたやつかはわかんないけど。
もう、って違う違う、オイラたちが探してるのはテペトル竜じゃなくてラゾーリだぞ。でも見た感じこの辺りにはいないみたいだ。おーい旅人パイモン。あれ、チョエンが何か言ってるぞ。ラゾーリが帰ってきたよ。もう降りてきて。オイラたちが登ってすぐ帰ってきたのかよ。まったく。とりあえず下に降りようぜ。あれ、あのテペトル竜がついてきてるぞ。うわあ、いきなり突っ込んでくるなよ。ぶつかるだろう。おいでヤング。またやんちゃしてたの。うわ、いい子ね。お腹すいた。ごめんね、後で美味しいご飯作ってあげる。さ、遊んでおいで。ご飯ができたら迎えに行くから。二人ともごめんなさいね。家で待ってたんだけど、ニエガが一人でこっそり抜け出しちゃったのよ。お客さんにプレゼントを作りたくて、綺麗なお花を摘んでたんだって見つけた時言ってたわ。でもあの子ったら花を摘みながら歩いてるうちに迷子になっちゃって。はあ、早く見つかってよかったわ。病気が良くなったばっかだって長園が。ええ、まだ体が弱くてね。それに迷子になった不安と冷たい風に当たったからかちょっと熱を出してるの。今は薬を飲ませて寝かせてるわ。大した症状じゃないから一晩休めば元に戻るはずよ。ただ申し訳ないけど、今日は二人に会うのが難しいかもしれないわ。わざわざ来てもらったのに本当にごめんなさい。いやいや、謝らなくていいぞ。ニエガはすっごく重たい病気でやっと良くなったんだろ。だからお見舞いに来ようと思っただけなんだ。オイラたちのことよりニエガに元気になってもらうことの方が優先だからな。そうね、野菜を食べさせようとする時の逃げっぷりもすごいのよ。椅子を飛び越えたりテーブルの下に隠れたり、家中をぐるぐる走り回って私もなかなかついていけないほどでね。あの子がここまで元気になってくれただけで私は十分満足しているの。もうこれ以上高望みはしないわ。こらこら、なんで暗くなってるの。ニエガちゃんの気持ちはしっかり受け取ったから、次はラゾーリ、ほら例のものを。やったぜ。どんなプレゼントなんだ。もう教えられるよな。私が作った燃焼名国よ。最高純度の鉱石を使ってるから劣化することがほぼないの。それに製造技法もすべて米を作るものに基づいているわ。そうじゃないわ、そんなことしたら大連に怒られちゃうわよ。米を作る技法で鉱石を加工したらこんな結晶体ができただけ。結晶体を作り始めた当初は綺麗で劣化しないってだけで特に実用性はないと思ったんだけど、長園がそれを特別なアクセサリーにしたらどうって助言してくれたの。米の職人が手掛ける燃焼名国に永遠の言葉を刻むってね。どう、思わず買いたくなってこない？あれこれ歌い文句が増えてくから、なんだかその燃焼名国がすごいものに見えてきたぞ。でもラゾーリが作った燃焼名国はそれくらいの価値があるものなんだよ。口伝えの言葉は常に信じられるものとは限らない。一人また一人と伝わっていく過程で
それは不完全なものになったり、忘れられたり、誤って伝わったりすることだってある。でも、この燃焼名国に刻まれた言葉は、本来の意味を少しも歪ませることなく永遠に残すことができるの。大切な友達、恋人、子供に贈るのに最高のプレゼントだよ。一つ買おうぜ。オイラたちの名前を入れてさ。サンデーお兄さんが見つかったら、自分の手で名前を刻んでもらおう。そうすれば、オイラたちの名前はずっと一緒だ。ひひっ。遠慮しないで。私だけじゃなく、ニエガちゃんの誕生日プレゼントも守ってくれたじゃない。これくらいは出さないとね。チョウエン、さっきも言ったけど。ラゾーリも遠慮しないで。燃焼名国を一つ作るのに、どれだけ手間がかかるか知ってるから。ありがとう、チョウエン。それに旅人さん。できるだけ早く品を仕上げるわね。出来上がったら目を入れてみてちょうだい。その頃には、ニエガも良くなってるだろうから、会いに来てくれたら喜ぶと思うわ。ロイ、そういうのは値段を聞いてから考えた方がいいんじゃないか。もし、すっごい高いもんだったら、オイラたちの旅費がなくなっちゃうかもしれないだろう。って、ちょっと待った！まさか、オイラたちへのプレゼントとか言いつつ、本当は、もっともっとモラを使ってもらうために、チョウエンが仕掛けた罠だったのか？そうかもしれないね。だって君たち、それなりに蓄えがあるでしょ？うわぁ、ダメダメ！旅人、こいつの罠にかかっちゃダメだぞ！それじゃあ決まったら、またいつでも言ってね。あれ？あいつまた出てきてるぞ！おい、早く止めてくれ！もう体当たりされるのは嫌だぞ！ラゾーリ、私の燃焼名国の修理もお願いしていいかな。この間、襲撃に遭った時に落として、紐も留め具も壊れちゃってね。つけられなくなっちゃったんだ。自分でも修理してみたんだけど、どうもうまく直せなくて。だからお願い。ええ、任せてちょうだい。元通りにしてあげるわ。ありがとう、チョウエン。助けてくれて。いいって、ラゾーリ。ニエガちゃんが元気になってくれたら、それでいいの。ええ。ユング、いい子にしてて。後でご飯をあげるから。旅人さん、燃焼名国が完成したら、長園にそのことを伝えさせるわ。ニエガの誕生日にもちょうど間に合いそうだし、その時はちゃんとしたパーティーをしましょうね。ひひ、美味しいものがいっぱい出てきそうだな。お腹を空かせておかないと。それじゃあまたな、ラザーリー。またね、お二人も元気で。ニエガもきっと喜ぶわ。